第209号人の人生を年齢別鑑定で占う42歳から61歳気学で見る人生機微変遷能4平成25年11月1日壮年期時代42歳から61歳まで数え年は本命星と月命星で判断します。42歳は男の大役の年、人生の折り返し点にあたり人生の役割が定着する。今までの実績が信用となり円熟期に入る。43歳は上昇期に入り新旧が入り混じり問題の生じる時期、運命の尽きる人もある。前半生において自由勝手に運を使ってきた人は天命を知る時で足固めの努力する時。44歳は人生一番の謳歌なる時、仕事の面私生活と全力の時期であり、この期に不利があると後半生の運の立て直しに時間がかかります。過去の要因で吉凶権限がありますが開花も生じる時期。45歳は遅咲きの花が芽を出して始動する人、生涯を終える人、運気が順調な人、3年続いた役前役本役後役が明けて乗り越えてほっとしている人、後遺症が尾を引く人、昇進する人等々の吉凶両比が様々に顕現する。独身者に春の時期。46歳は天国と地獄に分かれ両極端になる時期、人生の充実状態を迎え結実や成就の人、逆に地獄的な事象で苦慮や災難を味わう人に分かれます。前半生の運気の積福分福食福で差が天地ほどに分かれていく時期。47歳は人生の大道を歩む人と脇道を歩む人に分かれ人生の試練を身をもって知る。人の講演や序もありますが大きな改革に至らず人によっては傲慢や油断の生じる時期。48歳は多少計画性を持って行動した人は余裕が生まれます。順調な人は気の緩みから異性問題が発生する。活気はありますが減退要因から健康保持には万全を期す時期。49歳は対人関係や仕事面で変化機運の生じる期であり、勤め人は配置転換や転属の機運が生じてくる。現状専念が第一で行動の時期。42歳の大役以降の苦労は余果てになる光明が生じる。50歳は苦しさのあまり新規なる面に走り出す。焦って深みに落ちる。名誉名声を得る人も生じるが大きな分岐点から現状離脱も生じる時期で両比吉凶に分かれる機運もある。51歳は42歳以降の要因努力が徐々に改善され運気は弱いが上昇機運も生じる時期。現状をしっかり堅持すれば後が楽しみな時期。52歳はにっこり笑って余裕の生じる人、すってんてんになり逃げ出す人、この年代は上昇運を前にして運をつかむ人、運を逃がす人がいます。人生の運には努力以外に何かの働きを察知する時期を見極めることが運をつかむことにもなります。逃げ出す人の人生は己の功徳のなさを知ることです。純運の人は信用と信頼が高まる時期。53歳は仕事面私生活と自分中心に世の中が回っていると思える人は良運勢です。だからといって怠慢なる心は財を捨てるに等しい。功徳なる心敬愛なる心は運気が育つと悟る時期。54歳は今一生の運が回転して出ていることを知ることで、いつまでもあると思うな親と金というのと同様に運勢もこの状況がいつまで続くと思わずに先見に対する計画も大事であることを心して行動する時期。順風要因時期。55歳は欲が生じて強欲となりがちです。対人関係も欲のあるものが近づいてきます。工事魔王氏の機運であり、うまい話には乗らぬことです。油断や欲張りの要因から墓穴を掘ることがあり、将来に対する不安から欲が発生する時期。56歳は一時代まではこの年齢は定年退職の時でありました。今では満65歳になりました。これも寿命が延びてのことです。この時期以降は安定した状況と喜びを感じる人、落日の苦境を迎える人がおります。まだまだ運気、運勢の状態は続きます。しかし先天運の影響から自らの発年運、青年運、壮年運の努力の結実への切り替え時期になります。57歳は焦ることなく一歩一歩着実に進むことで晩年期の足固めの時期で運気は減退気味に入ります。目的や計画第一で行動の時。58歳は人間関係や周囲の状況に変化の生じる時で、女性は孤独感や行動に不安定な状態や気持ちが生じます。人生を前向きに捉え現状維持に徹する時。59歳は離別の状況も生じ苦慮もある。運気は活発な割に実利の乏しい時で、気力面を充実させ使命感を再認識する時。60歳は厄年であり、今までの人生に対する要因で吉凶が分かれる。新しい交友関係も生じるが苦労です。男子は安定期に入るが、女性は安堵感と老いに対する焦りを持つ時。この年が明けていよいよ還暦の年に入ります。1年の経過も早く感じることになります。若い時はあまり時の経過を気にしないで過ごしましたが、老いるほどに年の経過は気になります。61歳はこの年は還暦、生まれた年の干支に戻るにあたり満で60歳です。新たに晩年期20年間を迎えるわけで、第三の人生の始動期です。運勢、運気は上昇期に入り、今までの60年間による成果で吉凶両費の差は出ますが、運の良い人と交友関係を持つこと、社会に対して報恩感謝を心がけ健康面を第一に考えるとき。